皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルでございます。はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。まずですね、一つ何ですか、はい、KRV1180TCS ですね。こちらのですね、色今3色販売してるんですけど、ディープアクアマリン青ですね、そしてあとブラック、難しいな、ディープアクアマリン、そして、青いやつね、であとブラック、そしてフラットシルバー、艶消しのシルバーですね。はい。そして一色だけ、フラットパープルって艶消しの、紫、ちょっとピンクがかったね、ぽいっていう感じの、あれがあったんですけど、あれはね、廃盤になりました。完全に。今までは休止っていうことになってたんですけど、完全に廃盤です。はい。ですので、もう終わりということになります。その代わりですね、新しい色が追加になるということが、一応、来ました。ね。ただ、追加になった色は、ですね、ちょっと待ってくださいよ。私が今ね、見ますけど、色はね、名前、ファントムパープルっていうカラーリングです。これもね、多分ね、フラットじゃないかと思うんですよ。で、少し前の、ただ、写真なので、わからない。実写じゃないから。わからないんですけど、どういう色味がね、どんな色味なのかわかんないけど、気持ちいい前のやつよりも紫っぽい。前のはちょっと、どっちかというとピンクじゃないのっていう感じの、あれでしたけど、今度のは、紫だねっていう感じの、ちょっと、でも薄い紫みたいなね、カラーリングになります。はい。一緒です。色分けは一緒です。それが5月中旬入ってくるっていう話です。ですからまた4色になりますね、カラーリングはね。はい。ですので、まあちょっとフラットパープルじゃないんですけど、一応紫色っていうね、ファントムパープルっていう、カラーリングが入りますのでね、よろしければ、はい、ご注文いただけると幸いでございます。実写見てみないとわかんないですけどね、どんな感じなのかね。はい。さあ、そしてですね、プロト、ね、プロトさん、ご存知ですかね、プロト。バイクのパーツ作ったり、あと、問屋さんなんですけど、ね、卸問屋みたいなのやってます。あと、輸入代理店もやってます。ベネリっていうね、今、結構売れてるんじゃないですか、ベネリ。オートバイありますよね。あと、電動のやつとかね。はい。で、40th anniversary っていうことで、40周年記念だそうですよ。ね、40周年記念なんで、ちょっと見ていきましょう。世界から選ばれた者たちをっていうね、ことで、はい。で、創業者の方がですね、近藤義光さんという方ですね。こちらね。ちょっと笑顔でね、笑ってますけど、儲かっちゃってしょうがねえよなんて感じですか？違いますか？ね。はい。とにかく面白い乗り物が大好き。その感性は他に並ぶものがいない。質問すると、それ面白いか？と聞かれることがほとんど。そして何より型にはまらない人間。ないものは作ればよい。これが創業者近藤の原点であり、原動力。また忘れてはいけないのが根っからの商売人であり、プロトがここまで続けて、来たのも商売としてのオートバイパーツを真剣に考えてきたからこそと言えるというようなことがね、書かれております。まあ、プロと40年の歩み、始まりはね、レースからって書いてありますね。とにかく四輪レースに打ち込んだ時代があった。そこを通じてパフォーマンスパーツの知識やブランドネットワークが構築されていった。そこからその当時少なかった輸入販売というビジネスをスタートさせた。当時はレース人気が高く、プロとも積極的に参加していた。ね、四輪が最初だったのね、これね。やるね。趣味としてのオートバイをカスタムするという文化、レース人気は依然として高かったが、オートバイをカスタムするという文化が始まった。ブレーキ、マフラー、ホイールとパフォーマンスアップする商品に人気が集まったとね。時代に合わせた商品、パフォーマンスパーツ輸入、アメリカから人気のブランドを輸入開始、アールズ、US 吉村、スーパートラップ、K&N、ホワイトブロス、アンサー等、その当時は特にモトクロスの人気が高く、マフラーはもちろんカムシャフト、ピストンといったパーツに人気があった。ね。で、ものづくりっていうことでね、オリジナル FRP。もともとは自社で FRP の部署もあり、FRP 製品はプロトと呼ばれた時代もあった。画像はオイルショック時代に人気を博した会長曰く、びっくりタンク。XT のステッカーってありますから。これね。これでございます。はい。ね。はい。そして、オリジナルパフォーマンスパーツ。ね。ないものは作ればよい。精神からその当時レースパーツとして人気の高かったステンメッシュホース、オイルクーラーを独自の技術で車検対応として製品化と。ね。ありますよね。プロトのね。はい。オリジナルオートバイ。ね。ものづくりもついに最終形に到達。オリジナルモーターサイクルロードホッパーを国内メーカーに続き第5の車両メーカーとして発売を開始。
写真はハリウッド映画に登場したスペシャルモデルだそうでございます。これね、ロードホッパーっていう。今はもう、これはね、ないんですけどね。次の時代に先駆け電動バイクをリリースっていうね。2017年より e バイク事業を開始、そして2020年新たに e スクーター事業を立ち上げました。この e スクーター事業では電動モビリティメーカーゴッチアの GEV600 を日本市場に向けに、改良開発し導入していますっていう。これですね。こっちね。これね。これね。これ近所の翼のお店が代理店やってるんですよ。で走ってます、だから。そこでほら売ってるから。うん。これ、はい。見かけます。はい。さあ、まあ、フューチャーっていうのかな。100年企業を目指して、ね。プロと取締役社長。近藤さんは創業者で今会長やられてます。はい。山口、和也さんでいいんですかね。和也さんですかね。今は、この方ね。これも笑顔でね。いやー。ちょっと儲かっちゃってしょうがないんですよねっていう感じですかね。今は商品サービスや情報が溢れ、お客様の選択肢がたくさんあります。今までと同じようなことをしていては、生き残っていくことはとても難しい。プロとだからこそできる独自性について、今こそ社員一人一人が見直し見出し、分かりやすく打ち出さないとお客様に選んでいただけないと考えていますと。プロフィール。バイクが好きが高じてプロとへ入社後営業部へ、その後ものづくりのオリジナル商品企画に、携わる。そして、プロとのものづくりの集大成、オリジナルオートバイ、ロードホッパー事業を任されたと。ね。ありますね。多くのユーザー様、販売店様、仕入れ様、先様に支えられ、プロとはおかげさまで40周年を迎えることができました。プロとは40年にわたり、オリジナル商品をはじめ、国内外から厳選したものだけをあなたにお届けしていますと。40年間、活動の中でプロとの商品には、オリジナル商品、輸入商品、国内専売商品、国内商品、輸入オートバイ商品があります。いわゆるメーカーであり、輸入商社であり、問屋であり、輸入バイク、デストリビューターであり、車両メーカー、ゼロエンジニアリングの経験もあります。また、それらの商品を直接仕入れ販売する販売網を持っています。これらをプロとの独自性であると考えていますと。分かりやすい、選びやすい、買いやすいを目指してと。今後のプロとしましては、40年の活動の中で培ってきた独自性をもとにメーカーや問屋だけでは解決できない、お客様、ユーザーの困りごとにプロとは向き合っていこうと考えていますと。このようなことを仕入れ先様と共に増やしていき、お客様のお困りごとを解決していきたいと考えていますと。例えば、国内商品×オリジナル商品。ね。プロとでは車両の取り扱いもあり、ETC を販売させていただいています。しかし、ETC 単体ではオートバイの取り付けは難しい。そこで、プロとは、では取り付けステーを開発、販売することでお客様が ETC を導入しやすい環境を提供していますと。国内専売×オリジナル商品。プロではブレンボー商品を国内正規販売代理店として取り扱っております。ブレンボー製品も車両に取り付けるには技術的サポートや取り付けステーが必要となります。プロではお客様のニーズに応じて車種専用のステーを開発し、お客様がブレンボー製品を導入しやすい環境を提供していますとね。まあ、その他、カスタムパーツメーカーとして、輸入商社として、国内専売問屋として、電動バイクをはじめ、個性的な車両企画輸入販売元として、プロと独自性を生かし、ウェブを中心に、いつでもどこでも商品サービスを利用できると。全国に広がる販売網ネットワークがあります。というようなことが書かれております。そして、ヒストリー。プロと40年の歴史っていうことでね、ずっとこうあるんですけど、1980年、オフロード車用パリダカール風ビッグタンクを発売。そこから始まってるわけではないと思うんですけどね。はい。1980年、有限会社プロトを設立。88年、オーバープロトレーシングとして、鈴鹿8時間耐久レースに参戦したそうです。で、1990年ですね、ブレンボ取扱開始。92年、マリン事業部創設。岡崎市にヴィンテージバイクのカスタムショップ、ゼロエンジニアリングを設立と。93年、野島エンジニアリング取扱開始。業界初、車検、対応ブレーキホースシステム発売、業界初車検対応クラッチホースシステム、発売と。94年 K&N 取扱開始。98年アクラポビッチ、取扱開始。99年有限会社プロトから株式会社プロトへ、組織変更。プロト直営店リグニスを設立。スウェッジラインブランド誕生。 MRA 取扱開始。2001年から2002年、プロトオリジナルモーターサイクルロードホッパーを発表。プロト USA INC 設立。ロードホッパータイプ1タイプ2製造販売開始と。2005年には FX ブランド誕生。ハンドルね。ハンドル FX って、ハンドル。ノーマルの、ちょっと気持ちこう、あれで、ノーマルにそのままつくんですけど、そのまま、ケーブルと改造につ つけられるけど、ちょっとこう、ポジションが、しっくり来ない部分が、こんな感じっていうのが多いんですね。で、他のもあるのかな、うん、まあ、そんなような、あれじゃなかったでしたっけ、違ったかな。2007年、FX ゲルザブを、販売開始。
まあ、シートの方ですよね、これね。はい、多分ね。2008年、レブイット取り扱い開始。2010年、ヘプコ&ベッカ取り扱い開始。プロト、ファロファンセイラとして全日本ロードレース選手権に参戦。鈴鹿8時間耐久ロードレースにて表彰台4位に入賞したそうでございます。2011年、ネオプロトブランド誕生。2013年、ラムマウント取り扱い開始。2014年、ゼロデザインワークスブランド誕生。愛知ブランド企業認定だそうです。2015年には、プロトカスタムコンプリートバイク、ZDC80B を販売開始。こういうやつですね。ね。はい、2016年、プロフェストブランド誕生。S&S 取り扱い開始。2017年、ベネリ電動アシスト自転車取り扱い開始。プロトカタログが廃刊になった。2017年に。毎年、こう、分厚いね。プロトのカタログ。はい、送られてきてましたけど、もうこの、あ、そうか、この、最近ないなと思ったんですけど、この年に廃刊になったのね。2018年、イガヤブランド誕生。2020年、社員で作る自家製メディア、プロトツーリング部をスタート。ロトパックス取り扱い開始だね。2021年、ゴッチア GEV600 取り扱い開始。グッドデザイン、受賞してるね。で、あと、ベネリモーターサイクルを取り扱い開始ね。ベネリですね。2022年には、IL モータースポーツ取り扱い開始。ジャス、パフォーマンス取り扱い開始。グッドデザイン2022年受賞。ZDC ミニフォールド16シリーズ。2023年 B ライン取り扱い開始。C サッカー取り扱い開始。グッドデザイン2023年受賞。ゲルザブシリーズと。そして2024年ゲルザブプニ発売開始っていうような流れになっているようでございます。そして2021年取り扱い開始したベネリモーターサイクルのことがね、書かれていますけど。ベネリってその前もありましたよね。トルネードとかね。ちょっとだけ売ってた時代ありますけど、はい。まあ、ベネリ自体も、多分いろいろあったんじゃないですかね。はい。1911年から続く情熱っていうことで、まあ、一応ベネリの紹介ですね。1911年、アドリア海に臨むイタリアの都市、ペーザロでいいのかな、ペーザロですね。ペーザロで6人のベネリ兄弟により、すごいね、6人兄弟なんだ。ベネリ兄弟により整備工場として活動を始めたベネリ。野心を抱く兄弟は、1921年に最初のベネリ製モーターサイクルを完成させると。そして初めてのモーターサイクル誕生から数年後、兄弟の末っ子アントニオ・トニーノ・ベネリが自ら狩るベネリレーサーで数々の勝利を収め、ペーサロの企業は欧州全土にその名を届かせることとなると。コンペティションの世界で大活躍したベネリは、対戦による工場消失等の困難を乗り越え精力的に活動を続け、1951年には名車、レオンチーノが誕生。世界 GP のタイトルも獲得すると。レース活動で培ったチャレンジ精神と革新的なアイデアは後の製品作りにも生かされ、70年代には世界初の6気筒エンジン搭載車、7半セイを市販化。また、250cc、4気筒エンジン搭載車を世界で初めて発売するなど、多気筒エンジンのパイオニアとしても知られる、こととなるということですね。その後、日本メーカーの台頭など、新改革の波に揉まれながらも活動を続けたベネリは、2016年に、ボルボやロータスと、など、名だたるブランドを束ねる中国の巨大企業、なんて読むんですか、ゼーリーっていうの資本参加を受け、新生ベネリとして再び表舞台に返り咲くこととなると。2022年にはイタリア国内の販売台数ランキングで TRK502 シリーズが首位を奪取。同年上半期ではブランドシェアでも首位となり、イタリアでチンケ・グランディ、5大ブランドに数えられる古豪は名実ともに完全復活を果たすこととなったというようなことが書かれております。はい。ね。はい。まあ、好きを愛せを合言葉に、ベネリスタと共に成長していくと。2021年に満を持して日本上陸を果たしたベネリ。日本上陸から3年目の2023年9月、日本初のファンミーティング、ジャパンベネリデイを開催。多くのベネリスタ、ベネリオーナーの意味ですね、が会場をする、バイカーズパラダイス南箱根に集まった。ね。ね、鈴木の場合は鈴木たちが集まった。書かれちゃうという話ですかね。はい。そして、ベネリはね、電動アシスト自転車もありまして、まあ、こういうね、これ折りたたみではないのかな、まあ、こういう、まあ、一般的な自転車ですよね、これね。これの電動アシストね、はい、あるんですよね。そして、ゴッチアっていうね、これ、まあ、ちょっと別ですけど、この電動のね、スクーターが実はあります。はい。ね。そして、オリジナル車両としては、ね、プロトさんのオリジナル車両としては、ゼロエンジニアリングっていうのがありまして、ロードホッパー。ね、1992年に、始めて、これ多分、でもエンジンはハーレーじゃないのかな？そうですよね。ハーレーはやっぱカスタムして、そして、
やってるっていうね。だから元のベースとなるものはあるんですよ。ね。ね。一から全部作ってるわけじゃないんですよね。はい。で、2017年をもって生産を終了したと思う。だから5年間ね、やってる。これ。はい、ね。かっこいいでしょ。これね。かっこいいですよね。ね。ハーレーね。そして、ゼロデザインワークスって2014年にブランドが誕生したのね。ゼロデザインワークス。で、カスタムパーツをこれ、こっちはね、売ってるっていうね。はい。ことでございます。はい。FX、ランディングコンフォント、ポジションアイテムっていうことでね。まあ、ハンドルだとか、あとリンクだとか、スタンドとかこういうのとか、あと、シートにこうつけるゲルザブっていうんですか、こういうのとかね。こういうのをやってるっていうことですね。はい。プロフェスト、アウトドアツーリングアイテムっていうね。イガヤシートバッグとか。はい、2016年、2018年にそもそも、ブランドは誕生したというようなね、ことが書かれております。はい。あと、スウェッジラインっていうですね、まあ、ブレーキホースですよね。99年にブランドとして誕生したんですけど、まあ、プロトさんのね、やつね、まあ、あるんですけど、はい。まあね、はい。あとは、まあ、ブレンボだとかそういうのは、まあ、輸入ね、取り扱いっていうことで、まあ、海外のいろんなブランドですね。そういうのが、まあ、ありますよね。はい。まあ、そんなことがずっと書かれております。はい。で、まあ、もともと車のね、あれがあるんで、車のものもいろいろ出してるんですよ。実はね。はい。車用の部品というのも、カスタムパーツも実は出しております。はい。で、ネオプロトってことで、2011年ブランドとしては誕生しましたけど、こういうね、ペダルのね、あ、これアルミ製ですかね。こういうのとかね。はい。理想のドライビングポジションを求めてっていうね、こういうのを出したりね、してるみたいですね。はい。で、あとですね、ETC の販売もしてるんですよ。ね。で、その、ETC の取り付け店にならなきゃまずダメでしょ？なるために、その審査のあれの、あれもやってるみたいですね。そう。まあ、いろんなね、あれがありまして、そして、はい。まあ、40周年ということでね、まあ、これから50周年、60周年、そして、いずれはね、100周年っていう風に続いていくといいですね。はい。まあ、50年やったらね、半世紀やってたらもう老舗ですよね。はい。素晴らしいんじゃないですか。うちはまだ20年行ってないからね。まあ、もう少しで20年になりますけど、見せ始めてからね。20th anniversary。っていうほどでもんでもないです。うちの場合はね。はい。ね。はい。という感じでですね、はい。お知らせ。KRV、もう忘れちゃいましたね。KRV180TCS が、フラットパープルが廃盤になって、カラーリングがね、色がなくなって、代わりにファントムパープルっていうカラーリングが出ます。色味がちょっと違いますね。はい。前のはちょっと、どちらかというとピンクっぽい感じがしたんですけど、今度のはまあ、でも写真だからね、ちょっとはっきりわかんないんですけど、紫っていうね、感じがしますけどね。はい。5月中旬に、キムコジャパンに入ってくるみたいなので、まず、写真は出るとは思うんですけど、実写じゃないと分かんない部分はありますよね。ただ、うちも1台在庫してるので、もう1台在庫が厳しいんですよね。だから、まあ、ちょっとね、買えないですけど、1台は必ず在庫してたいと思ってるんですけど、KRV はね。はい、まあ、色があるから、本当はね、4台、4色ね、新しく、まあ、増えたから4色並べとくっていうのがね、できたら最高でしょうけど、ちょっとそこまで置く場所もないしね。はい。厳しいってところもありますね。はい。ということで、お付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。